Hi everyone! Welcome to Glim's Spanky World! Glim's Spanky Radio, Instant Nation! Glim's Spanky Radio, Instant Nation!グリムスパンキーレディオインスタントネーションへようこそ。グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。ここは僕らの架空の国インスタントネーション。音楽の話はもちろん、僕たちのプライベートの話、マニアックな趣味の話などなど、グリムスパンキーの不思議な世界に皆さんを招待する番組です。本日のニュース、ノエル・ギャラガー腹が立った出来事を話すっていうことなんですよ。ノエル・ギャラガーが年末のテレビ番組に出演した際、スーパーマーケットに行った時さ、大量の品物をクーポンで買おうとするやつがいて、あれはちょっとムカついたねと語りました。なんだそれよくわかんないけど、どこでもそういうの、そういう感じのがあるの、イギリスだと。そういうシステムがどういうこと、大量の品物をクーポンで買おうとするやつがいてってどういうこと。クーポンって何、まずクーポンだよね。日本と同じクーポンの意味と捉えていいのかな、どういうこと。かな、わかんない。そういうことか。あ、いっぱい物を買うくせにクーポン使ってんじゃねえよっていうことか。いや、それはね、ノエルがね、お金持ちだから言える。お金持ちだけでしょ、それはね、って話ですけど。お金持ちだから言える。松尾さん、なんか今年にムカついたことあんの。あのね、怒ってる人によく遭遇するんです、で、これはね、ピンポイント、もうここで絶対に遭遇するっていうポイントがあって、全部違う人だよ、怒ってる人は。でも、渋谷駅の東急百貨店のエスカレーターで何人も見た、女性で、まあ、多分50代から60代ぐらいの女性の方で、みんなこう避けてんだけど、ボンってこう両手をこうついて、真ん中に、ど真ん中にいるのね。で、裏から来る人とかいるわけさ、でそういう人にガチ切れするして、ドアとか叩いて威嚇したりとか、ちょっとどいてもらえませんかって言った男の人にガチ切れして、なんでやーみたいな感じでもう叫んで、もう超叫んで、はいはいはい、ありますよね、たまにね。そう、まあじゃあ松尾さんはそういう感じだったと、今年ね、ムカついたこと。それはね、ムカついたっていうかね、ちょっと驚いたね、その、そういうなんかマナー違反すんなって怒ってるくせに、その人も人のこと言えないじゃんって。いや、それはそうだよ、もうそういう精神状態じゃないからね、マナーがどうとかのね。そうね、いや、そんだったらそうやって言うなよって感じはするけどねまあいろんな人いますよ、もう都会、大都会ですから、渋谷はすごい人じゃないですか、常に。大変だよね、はい、ほんと、という感じでした。はい、曲いってくださいよ。はい、ということで、まあそのノエル・ギャラガーの話をしたからさ、有形な感じをこうみんなに聞いてもらいたいなと思って選びました。何ですか。まあ、とりあえず1曲目はサンズ・オブ・ラファエルという2人組のバンドで、ジーザス。UK 感っていうのはどういうところ。
結構そのメロディー感とかさ、メロディーとかね、あのアレンジとかさ、でちなみになんでこうノエルからこれにしたかっていうと、うん、これもね兄弟なの、兄弟のでやってるバンドで、うん、で結構なんて言うんだろう、 UK なさ、うん、あのオアシスとかもそうだし、うん、プライマルとかもそうだし、うん、なんかそういうねところに通じるメロディーがあるんだよね。そうですね、うん、だからこれはドラム入ってこないのびっくりしたけど、そうだね、うん、あでもまああの見た目がね結構ねなんかね70年代後半80年代みたいな感じで、ちょっとあのなんだろうね、面白い感じ、はい、ということで、サンズオブラファエル、ジーザスでした。This program is broadcasted at each station in the JFN affiliation. Glim Spanky Radio. Instant Nation. This program is broadcasted at each station in the JFN affiliation.グリムスパンキーレディオインスタントネーション、グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。はい、でちょっとメール紹介をね、はい、しましょうか。送ってくださった中から、はい、いきます。読もうかと思います。それでは、はい、僕が読もうかと思います。え、僕が読むの？え、読んでいいでしょ、はい、はい。ラジオネーム葉月さん、性別女性、年齢は言わなくていいか、はい。いきます。ですね、いつもラジコで楽しく聞いています。ありがとうございます。過去 K ミックスさん放送してくださいって、 K ミックスさんお願いします。お願いします、はい。お二人のファッションについて気になっていることがあるので質問です、うん、はい。レミちゃんはヴィンテージのワンピース、うん、はい。カメちゃんは T シャツをそれぞれこだわりを持って着ていらっしゃると思いますが、はい、ズバリ何着ぐらい持っていますか。ほう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 。ツイッターやインスタグラムを見ているといろいろとバリエーションがあるみたいなので、うんうんうん、相当たくさん持っているんじゃないかなと思われます、うんうんうん、また傷んだり着古した服はあっさり捨てられるタイプですか、うんうんうん、それとも大事に取っておきますかと、うん、カメちゃんの T シャツなどはライブに行った思い出の T シャツ的なものもあるのではと思うのですが、うんうん、てんてんてんと。確かに。その他こだわりの洗濯の仕方や保管方法などがあったら教えてください、うん、ワンピース何着持ってるの？わかんないでしょ。もうねめちゃくちゃ持ってる。まあ100は優に超えてるでしょ。100はいってるかな、うん、でもね50はいってるね。まあ50は余裕で、50は余裕でいってるね。てかワンピースだけじゃないの、うん、だけど古いのだと、うん、1930年代の洋服から、うんうんうん、そうね1960年代だな、うん、多いよね。ちなみにさ、うん、松尾さん結構古い服いっぱい持ってるけど、うん、どうやってさ保存とかって結構気をつけてる？それとも意外と普通にしといても大丈夫、うん、あのねまずその買う時に、うん、そのお店にまず聞くことと、どういう保存の仕方、はいはい、洗濯の仕方もそうだし、あと昔はドライしかダメみたいな書いてあるやつでも、うん、今のその洗剤の性能がすごい上がってるからそうだよ、ね、あのできる場合もあるの、ね、うん、だからそういうのもあるから結構お店の人にちゃんと聞くことと、うん、あまりにもこう硬い素材だったりとか、うん、そういうものもいっぱいある、革とかいっぱいあるからさ、そういうのはやっぱりあの洗えないからすごく綺麗に使う、あと肌につかないようにダイレクトにつくとね、匂いついたりするからね、あのちゃんと肌着みたいなの着て着た上で肌に触れないように着たりとか、あとは赤いものって結構ね色落ちしやすくて、うん、例えば襟だけが白、うん、であとは赤とかの場合は、うん、やっぱ洗濯はかなり気をつけた方がいい。あピンクになっちゃう、うん、そういうのを含めてさ結構やっぱハードル敷居高いよ。そうかな。だってさ服屋の店員さんにいろいろ聞いたり話をするのすら僕には抵抗がある。なんか服屋の店員さんと話すのってめっちゃ緊張しない？全然。わなんでなんでなんか聞いて、あ大丈夫です、はいはいみたいになっちゃう。わかんない。いやならない、ならない。あるの難しいよ。皆さんこれは分かってくれるはず。服屋の店員さんと話すのは結構ハードルが高い。何が嫌なの？何も嫌じゃないんだけど、うん、すいません、なっちゃう。なんで乗らない。例えばどういうの？声かけてくださいみたいな。そうそ う, う, うとか、うん、これ可愛いですよねとか言ってくる人とかとか、うん、なんかあとこういう感じとかいいと思うんですよねとか言ってなんか勝手に組み合わせ選ばれて、あるねあるあるあるだね、全然いいと思わねーとかさ、そういうなんかない、ある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 
だからちょっとなんか疲れちゃう、緊張しちゃう、僕も持ってるんですよとかちょっと。でも僕結構多いな、そのパターン。マジで、うん、でもその時は僕はあんまいいやと思わず、いや、やっぱいいっすよねってなっちゃう。私一点物しか買わないから分かんないな、うん、あんま言われないかも、その古着屋さんとか行ってヴィンテージし、うん、でさ1個しかないからさ。そう、うん、あと逆にちょっとニッチなところにも行くから、うん、例えば機材とかね、うん、エフェクターとか買うときに、うん、なんかそうだなと思ってるんですよねとか言って言うと、うん、結構めちゃめちゃ高いのに、うん、その一般的で実用的で機能的じゃないような、うん、マニアックなものとかあるじゃん、うんうん、そういうのを買おうとしてるときにこれ僕も持ってとか言われると、うん、あ、わかりますみたいな感じになって、逆にいいよね、うん、でもその時は盛り上がる、わかるわかる、うん、まあそんな感じ。難しいよね、シルクとか結構難しいよな、洗濯。うん、私も今日さ、もうコートも中の服も全部古いやつだからさ、やばいやん、やばいじゃん洗濯が大変。新しいのは松尾さんの生身だけじゃんあとはもう全部古いもん。あとタイツ、白いタイツだねそう、新しいタイツ、新しい。あと靴もね、マーチンだから。ちょっとじゃあ松尾さんやっぱね、こだわってて、僕もこだわってるんですよ、 T シャツやっぱね、うん、この音楽好きアピールしたりとか。そうですね、いろいろしてますんで、あのそうですね、これ、これだって、これ誰がくれた、これ。いや、これはあの亀の今の T シャツ、今ラジオ収録 しているね、このラジオのスタッフの方がね、うん、僕の誕生日にくれた、あのオアシスの T シャツ、これよく着てるんですよ、うん、ほんとよく着てるよね。もうね、ただ T シャツはやっぱね、耐久性ってものがあるから、うん、僕ね、気に入ると毎日とかずっと着ちゃったりするから、うん、すぐダメになったりするからだね、気をつけると思います。はい、はい、ということで、じゃあ曲いきましょうか。はい、はずきさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。なんか盛り上がっちゃいました。はい、私たちにこんな話してっていう方はぜひぜひ JFN パークのメールフォームからメッセージお待ちしております。はい、送ってください。では2曲目いきます。60年代後半のバンドかけることが多いから、うん、次は何なの。今回はちょっと珍しく70年リリースのかけたい、ちょっと新しい。70年リリース、70年ってでもほぼ69年とかとあんま変わんない。まあでもちょっと新しいんだよ、やっぱ。そうなんですか。自分の中で。へえ。はい、では聴いてください。トラフィックサウンドでイエスタデイズゲーム。60年代の新しさを感じるの、松井さん。あのペルーのサイケバンドの、うん、で普通のさサイケバンドとはちょっと違う感じしない？どこが？え？どういうところが違う？なんかあの歌のなんか言葉の感じとかさ、うんうんうん、結構ねその、まあ、アルバムを聴けば思うかもしれんけど、うん、結構ねその UK でも US でもないそのサイケ感、うん、ちょっとこう違う異国の感じが入ってるよね、はいはいはい、でなんか哀愁漂うメロディーだったりとか、うん、すごい美しいメロディーとかもあるんだけどアメリカでもイギリスでもない感じがあるんだ、うん、すごいね面白いんですよ。ということでペルーの再起バンドトラフィックサウンドでイエスタデイズゲーム聴いていただきました。 Welcome to Glenn Spanky World Instant Nation。
次もちょっとメール読んでいきましょう。はい、じゃあ私がね読みますよ。次松尾さん。はい。なんだ。ラジオネームアジさん、はい、10代の方、女性です。群馬の方です。はい。いつも楽しく聞かせてもらってます。Looking for the Magic 買わせてもらいました。ありがとうございます。はい。初めて買った CD だったので、ドキドキワクワクしながら待ってたのですが、すごくすごく良くて、はい、これが初めて買った CD で良かったと思いました。マジでやば。ジンも T シャツもとても素敵でした。嬉しい。そこでグリムのライブに行きたいと思っているのですが、これも初めてでルールや服装持ち物もわからないことだらけなので、とても不安です、はい、何か注意するようなことはあるのでしょうか。よかったらお二人にグリムのライブについて教えてもらいたいです。これからもお体に気をつけて頑張ってくださいって感じで、 ありがとうございます、はい、アジさん、初めて買った CD がグリムで、ね、初めてのライブっていうのも10代だから初めてだ CD 買ったんだ。嬉しい、ありがとうございます。まあ、今 CD あんま買わなかったりするもんね、うん、昔みたいに。だから嬉しいね、本当に買っていただいて。い10代の方に、うん、ライブはね持ち物あるよ。うん、何？ねリップクリームとティッシュと鼻かみティッシュとリップクリーム。カメだけ？僕だけ？みんないらないの？リップクリームまあいるよね。だってさ唇乾いちゃうからね。ティッシュと、うん、まあ僕はそんくらいかな。あのね、ライブハウスのトイレはですねなかなか手を拭くものがなかったりするのでハンカチは持って行った方がいいです。おすすめは、うん、グリムスパンキーのライブだけで言うと、うん、ジャケットも着てて大丈夫な場合もあります。それは会場の大きさによって、ね、狭いところだと結構モワモワ、ね、はい、するので脱いだ方がいい。でその上着は、大きなカバンとか持っていたとしたら一緒にこう預けちゃう、うん、どっかに、うん、ことと一番楽な服装は、うん、ワンピースでもね何でもいいんです。おしゃれしてくれていい、うん、まあ、服装自体は何だって大丈夫です、うん、何だって大丈夫で、例えば背がすごい低い場合は別に厚底とか履いてきてもいいし、うん、まあ、ヒールとかだと大変かもしれないね。まあ、ヒールのレベルによるね。レベルによる。すっごいなんか厚いチャンキーヒールとかだったら大丈夫かもしれない。めちゃめちゃ細くてめちゃめちゃ高いのだったらそれは、うん、ピンヒールはきついね。まあそんな人あんまりいないでしょ、うん、まあね、そうだよね。普通に生活しててさ、うん、パーティー行くわけでもないのにそんなの入ってる人あんまりいない、うんうん、でまあまあ普通にまあ動きやすい格好でもいいし、めちゃくちゃおしゃれして格好つけてきても全然いいし、むしろ私はねそっちの方が、うん、そっちで行っちゃうな自分だったら、うん、なんかヴィンテージのファッションとかで行く。ライブはで、ライブ始まった時にドリンクをね、買ったりとか、うん、手を拭いたりとか、うん、リップクリームで唇保湿したりとかするので、うん、はい、僕ですね、それ僕あの小さいポシェットとかさ、あ、はいはい、そういうのだと便利かな。ポケットに突っ込んでいけるんだったらそれでもいいし、うん、あんまりこうバッグとか持って行ってもいいんだけど、大きいバッグはちょっと邪魔になるもんね。そうね、楽さを考えると、うん、そうかな。あとはまあグリムスパンキーのさあのデザインした T シャツとかでもいいし、うん、それも何でもいい、嬉しいですよ、うん、とにかくわーって前の方に行きたい場合は、うん、T シャツとか楽な方、そう、それはもう絶対楽な方がいい、でもいいし、うん、全然あのね汗かいていいんだったら何でも着ていいですよ。もう何でも、毛皮でも何でも着てもいいけど、楽なのはそういう薄い格好かなっていうのです。どっち、あ、何、後ろでゆったり見たいなっていう場合は、ね、まあ、あの普通に全然あのショッピングとか行くようなおしゃれした格好でも全然いいし、うん、ね、うん、あの基本的にね私たちのライブは自由です、うん、あのどんな服装で来てもらってもいいし、逆にロックのライブだから自分のアイデンティティはもうぶつけに来るぐらいの感じでも全然いい、うん、いいので、うん、あのぜひぜひ、好きな格好で来てもらえたらいいです。お待ちしてますライブで。はい、はい、ありがとうございます。いや嬉しいメッセージありがとうございました、はい、あのこんな感じのねメッセージ送ってくれたら僕らすごく嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます、メッセージたくさん募集しております。スマホアプリかもしくは PC 版 JFN パークにあるグリムスパンキーレディオインスタントネーションのメールフォームから送ることができます。こちらでは収録後のアフタートークも聞けます。じゃあ、松尾さん今週のお知らせをお願いします。はい、私たちの4枚目のアルバム Looking for the Magic がリリース中です。そしてこのアルバムのツアー始まります。3月2日から長野県のクラブジャンクボックスから始まり、全国24都市27公演の全国ワンマンツアーです。はい、3ヶ月ぐらい回りますので。そうですよ、はい、皆さんぜひ来てください。はい、その他、ライブ情報いろいろ決まってます。そして、なかなか去年できなかったいろんなコラボだったりとか、うん、いろんな面白いことも今年はやっていくと思うので、はい、そういう情報もぜひチェックしてください。詳しくはオフィシャルホームページや SNS にアップしてます。
はい。はい、それでは今日のラストナンバー行こうと思います。これはグリムスパンギーの曲で行くよ。なんで？結構サイケな感じをね、今まで流したから。何教えてよ。今までっていうか今日はね、そういう。違う、グリムの曲何？はい、流したので、グリムの曲もまあそういう感じにトリップしてもらえたらいいと思います。うん、グリムスパンギーで、ザ・トリップ。グリムスパンキーレディオインスタントネーション、エンディングのお時間です。はい、まずは今週はいかがでしたでしょうか。今週はね、好きな音楽をたくさんかけられて楽しかったです。そしてヴィンテージの話ができたからね。そうね、うん、松尾さんは服をね、本当に僕も最近ね、服をね、うん、自分で選んだりするようになってるんですけど、うん、どうでしょうか。はい、どう、僕のファッションセンスどう。まあ好みだよね、人のね。だから人それぞれだよね。え、じゃあ松尾さんから見て僕の好みはいい悪い、そんどう、そんな普通、そんな悪くはない、悪くは一般的、おい、悪くはない、うん、悪くはない、悪くはない、うん、よくもない、普通だって無難なの選ぶじゃん。だって普通の形の服が好きなの。それがいいと思うよ。それでだって本来それが生活しやすいもん。うん、うん、いいと思う。私頑張って、うん、すごい着づらいワンピースとかでも毎日着てるもん。さすがですね、うん、でもそれがやっぱりさ、いいよね、ヴィンテージの楽しみ方。すごいな本当はい、というわけでこの番組では皆様からのメッセージをお待ちしております、うん、松尾ひろきの知ってる世界では、僕たちグリムスパンキーに話してほしいことや、それぞれが得意とする分野への質問をお待ちしております。天国への階段では、あなたが体験した奇妙な話、まか不思議な話、恐ろしい体験をお待ちしております。ミュージックディグでは、あなたおすすめの音楽を教えてください。その他もちろん楽曲、ライブ、ラジオ、テレビの感想も大歓迎です。では、松尾さん、手先をお願いいたします。メッセージはスマホアプリ、もしくは PC 版 JFN パークのグリムスパンキーレディオインスタントネーションのメールフォームから送ることができます。皆さん、いろいろ送ってください。はい、それでは今日はここまでです。お相手はグリムスパンキーギターの金本ひろきと、ギターボーカルの松尾レミでした。また来週。